ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、縄文時代の遺跡で面白い遺跡ってあるのかしら？お、いい質問だな。もちろんあるさ。例えば、縄文のタイムカプセルという異名を持つ遺跡があるんだぜ。タイムカプセルって、心が惹かれる響きだね。その遺跡って、どこにあるのよ？それがだな、なんと都心から電車で1時間くらいの場所にあるんだ。都心から1時間？そんなところにあるの？その遺跡は、埼玉県北本市にある出井のため遺跡と呼ばれる遺跡で、なんと100年に一度の発見と学者をうならせた遺跡でもあるんだぜ。100年に一度の発見って、世紀の大発見ってことじゃない。そういうこともできるな。それにしても、出井のためという名前やタイムカプセルとか、気になってしまうことがいっぱいあるわね。じゃあ今回は、そんな出井のため遺跡に関して詳しく解説していくぜ。わかったわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1. 出井のため遺跡とは、まずは、出井のため遺跡について簡単に紹介するぜ。出井のため遺跡は、埼玉県中東部の北本市にある縄文時代から古墳時代にかけての複合遺跡なんだ。縄文時代以外にも、古墳時代の遺跡もあるの？そうなんだぜ。中でも、縄文時代の集落跡は関東地方最大級の環状集落と言われていて、その規模は南北に約210メートル、東西に約140メートルもあるんだ。国際サッカー連盟 FIFA が推奨するサッカーコートのサイズが、105メートル ×68 メートルだから、サッカーコートが丸々4つ入るんだぜ。そう言われたら、かなり大きいわね。そんな出井のため遺跡は、北本市の北に位置する鴻巣市を源流とする江川に面していて、1969年頃に発見された遺跡なんだ。当初は時代が異なる小規模の遺跡が点在していたと考えられていたんだけど、その後の調査で出土品を詳細に調査したところ、実はほぼ同時期の遺跡だったとして一つに統合され、2016年には関東最大級の規模を持つ環状集落と判明したんだぜ。小さな遺跡かと思ったら、実は巨大な遺跡の一部でしたってことでしょ？かなりロマンが詰まってる話じゃない。そうだな。出井のため遺跡からは25件の縦穴住居跡が発見されているほか、集落と合わせて水場も残っていたという全国的にも珍しい遺跡なんだぜ。出井のため遺跡がどんな遺跡なのか、なんとなくだけど分かってきたような気がするわ。それじゃあ次から、霊夢が気になっていた出井のためという名前や、タイムカプセルについて詳しく解説していくぜ。どっちも早く知りたいわ。2. 出井のためという名称の謎。最初は出井のためという名前について解説するぜ。出井のため遺跡が発見されたのは1969年頃のことなんだけど、ちょうどその頃あたりまで、遺跡が発見された場所の脇にはため池が存在していたんだ。このため池の水は、地下からの湧水が由来となっているんだけど、ため池周辺に団地が造成されたことで水が枯れてしまったんだぜ。もしかして、そのため池が何か関係しているのかしら？そういうことだぜ。遺跡が発見された際、調査を担当したある人物が、ここは極めて強力で豊富な地下水の湧出があるから、この遺跡にとってかなり重要だと、遺跡におけるため池の重要性を主張したことで、ため池の名前だった出井のためを遺跡の呼称としたんだ。なるほどね。じゃあ、どうしてこのため池は出井のためと呼ばれていたのかしら？それに関しては主に二つの説があるんだ。一つは、地下から水が湧いてくるため池だったことから出水と書いて出水または出井と読み、出水出井のため池と呼んでいたのが訛って出井のためとなったという説。もう一つは、ため池の北方にある大原地区が出井っぱらと呼ばれていたことから、大原出井っぱらのため池が訛って出井のためになったとする説なんだぜ。出井のため池、出井のため池、出井のため、出井のため、出井っぱらのため池、出井っぱらのため池、出井のため、出井のため、どちらの説も十分しっくりくるわね。それにしても、出井のためという不思議な名前の由来が訛りだったとはかなり意外だわ。まあ、日本全国地名の由来が訛りというのはよくあることだからな。それじゃあ次は、出井のため遺跡がどうして縄文のタイムカプセルと、呼ばれているのか解説していくぜ。3. 縄文のタイムカプセルとは？とその前に、縄文時代当時の出井のため遺跡周辺がどうなっていたのか霊夢はわかるかい？そんなこと、急に言われても、縄文時代だから、自然が広がっていたんじゃないの？確かにそうだな。ただ、今と比べて圧倒的に海が近かったんだ。なんてったって、あの海なし県の埼玉県にも縄文時代には海があったんだからな。そうなの？確か埼玉の人って、海に対する憧れが強いって聞いたことがあるんだけど、そんな埼玉にも海があったの？ああ、確かにあったんだぜ。というのも、縄文時代は温暖化で氷河期の氷が溶け、海面が今よりも数メートル程度高かったと考えられているからな。出井のため遺跡がある北本市から埼玉市、さらには東京都と隣接する川口市あたりまで、
大宮台地と呼ばれる台地が広がっているんだけど、当時の大宮台地はいわゆる湾岸エリアだったんだ。そんな大宮台地には入り組んだ谷があって河川がいくつも流れていた上に、さっきも言った通り、デイのため遺跡周辺は湧水もかなり豊富だったんだぜ。海に河川、そして湧水と水に囲まれているわね。そう、デイのため遺跡は暮らしに欠かせない水に囲まれていたんだ。古代文明が大河のほとりで生まれたように、当時の人々も水辺に集落を形成していたから、水の豊かな大宮台地には、たくさんの集落が密集していたんだぜ。そんな集落の一つが、デイのため遺跡にあった関東最大級の環状集落ってことなのね。そういうことだぜ。さて、集落の人々が水場として利用していたのが水辺の低湿地なんだけど、そこから土器やソーシングのほか、当時の人々が食べていた植物の種実といった有機物までもが、驚くほど綺麗な状態のまま出土したんだ。驚くほど綺麗な状態って、どれくらいなのよ？例えば、黒や赤の色が鮮やかな漆塗りの土器も発見されているんだけど、まるで昨日塗ったかのような鮮やかな色をした土器が見つかっているんだぜ。確かに、数千年前の縄文時代のものとは思えないくらい綺麗だね。でも、どうして出土品の保存状態がこんなにも良かったのかしら？それは、低湿地の水と泥の影響なんだ。通常、植物の種子といった有機物は時間とともにバクテリアによって分解されてしまうんだけど、デイのため遺跡の場合は、低湿地の泥炭層によって空気から遮断されていたんだ。そのような環境下ではバクテリアも生息できないことから、有機物は分解されずに綺麗なまま、まるでタイムカプセルに封印されていたかのように、現代まで残ることができたんだぜ。だからデイのため遺跡は縄文のタイムカプセルって呼ばれているのね。そうだな。そして、これらの出土品は私たちに多くのメッセージを残してくれてもいるんだ。メッセージって、もしかして手紙も出土したの？そもそも縄文時代には文字がないから、手紙なんてあるはずがないだろ。メッセージっていうのは、当時の人々の暮らし、特に食や植物との関わり方についてだぜ。そういう意味でのメッセージってことか。それじゃあ次は、縄文のタイムカプセルが私たちに残してくれたメッセージを見ていくぜ。4. 縄文のタイムカプセルが残したメッセージ。デイのため遺跡の低湿地からは、クルミの殻を捨てたクルミ塚が見つかっているんだ。貝塚なら聞いたことがあるけど、クルミ塚なんて初めて聞いたわよ。確かに、貝殻や割れた土器などといったいわゆる生活ゴミを廃棄した貝塚は有名だな。埼玉県内でも、当時海に面していた地域を中心に貝塚が発掘されているぜ。それなら、デイのため遺跡からも貝塚が見つかるものじゃないの？それが発見されていないんだ。そうなの？すぐ近くに海があるのに？まあ、今よりも海は近かったのは間違いないんだけど、それでも埼玉市や川口市とかとは違って、北本市のあたりまでは海が迫ってなかったんだぜ。でも、たとえ海に面してなかったとしても少し遠出すれば海があって貝が取れたはずだよね。霊夢の言う通りだけど、それでも貝を食べなかったと考えられているんだぜ。そもそも霊のため遺跡の周辺だけで、生活に必要な水も食料も手に入ったからな。そういうことか。ところで、当時の人々はクルミを食べていたってことになるよね。いいところに気がついたな。実はこのクルミも重要なメッセージを残しているんだ。どんなメッセージなの？地層にある花粉を解析したところ、集落に人々が暮らし始めた当初の低湿地には、ハンノキが生えていたことが分かったんだ。しかし、それがある時期を境に、急にクルミに変わったんだぜ。急にクルミに変わったって、一体何があったのよ？このことから、当時の人々が食料を確保するためにハンノキを伐採して、意図的にクルミに植え替えたのではないかと考えられているんだ。つまり、自分たちの生活を良くするために環境を変えたってことだね。その通りだぜ。デイのため遺跡からはクルミ塚が6箇所も確認されていることから、クルミが彼らの食を支えていたことが伺えるんだ。さらに、デイのため遺跡内の最も大きなクルミ塚から、全国的にも大変珍しい。クルミの形をした土製品が見つかっているんだぜ。土製品って、何のために？このクルミを模した土製品はいわゆる第二の道具と呼ばれる、実用性のない呪術アイテムだったと考えられているんだ。自然環境に影響されやすい縄文時代において毎日の食料を得ることはとても大変なことだから、生活を支えていたクルミの形をした土製品を作り、それを神に捧げることで、豊作を祈っていたのかもしれないんだぜ。クルミをたくさん収穫したいから、クルミの形をしたものを作って豊作の儀式をしたってことなのね。祭礼が行われていたことを裏付けるかのように、クルミ型土製品が発見された付近からは、他に翡翠の大樹も出土しているんだ。当時の人々は魔を回避するために、生命力を象徴する緑色を信仰していた文化があったと考えられていて、そんな翡翠のパワーを頼っていたかもしれないんだぜ。クルミ系土製品と翡翠からそんなことまで考えることができるのか。
他にも、どんなメッセージがあるのかしら？霊夢は縄文土器をじっくり見たことがあるかい？じっくり見たことはないけど、一体何かしら？もし見る機会があったら、目を凝らしてみてほしいぜ。土器によっては、表面に小さな穴があるかもしれないんだ。どうして土器の表面に穴があるのよ？この穴は、土器を焼く前の粘土に石や植物の種、虫などがくっついた痕跡なんだぜ。そうなの？ああ。そして、この穴にシリコンを注入して型を取ることで、それが何の痕跡かを調べる、圧痕レプリカ法と呼ばれる方法があるんだ。この方法を用いたところ、デイのため遺跡の土器から大豆や小豆の痕跡が見つかっているんだぜ。ということは、この時代からすでに大豆や小豆が身近な存在だったのね。また、最近の研究で縄文時代にはすでに大豆や小豆を食べていただけでなく、栽培もしていた可能性が高まっているんだ。デイのため遺跡の大豆も長さが1センチ以上と野生の豆より大きいことから、この大豆は栽培されたものだと推測されているんだぜ。クルミといい大豆といい、昔の人はいろいろ栽培していたのか。他にも、低湿地からはコウゾ、ニワトコ、クワなどのベリー類も発見されているんだ。もしかしたら、これらを土器で煮てジャムにしたり、果汁を絞って発酵させてお酒を作ったり、していたかもしれないんだ。そう聞くと、縄文時代の人々って意外と豊かな食生活を送っていたかもしれないから、意外とグルメだったのかも。以上がデイのため遺跡についてだぜ。確かに、100年に一度の発見って学者がうなるのも分かった気がするわ。関東最大級の環状集落がある上に、出土品の保存状態の良さから縄文時代に関する、様々な情報を探ることができるわけだからな。そんなデイのため遺跡だけど、実はこの遺跡を道路が貫く計画があるんだ。そうなの？かなり価値のありそうな遺跡なのに。だから、市は遺跡を迂回するルートを検討しているほか、国の史跡に指定されることを目指しているところなんだぜ。デイのため遺跡なら、史跡に指定されると思うわ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。